東北東から望むカムイエクウチカウシ山、ピラミッドボン八の沢カールカムイエクウチカウシ山は、北海道日高山脈に属する山である。日本200名山の一つに数えられる。名称は、アイヌ語の、熊の転げ落ちる山に由来する。登山家の間ではしばしば、カムエクと略して呼ばれる。ポロシリだけに次ぐ日高山脈、第二の広報であり、 標高1979メートルである。日高山脈襟も国定公園内にあり、山頂には1900年に陸地測量部の正木きてるのにより一等三角点が先天されている。日高山脈主猟線上に悠然とそびえる、男性的な山陽を誇り、主脈役の名手として山脈中央部に鎮座する。南東側には、 ピラミッドボンと呼ばれる四角錐型のピークが間近に望まれ、本峰を冒険する絶好の展望台となる。アイヌ語の名称の通り瞬間な山陽であり、日高山脈の後方に特徴的な建国地形が見られ、十勝川山腹に蜂の沢カールと、日高川山腹に恋木カールを抱き、カールの下流側ではモレーンも確認されている。ポロシリ岳。 カムイエクーチカウシ山よびエサオマンとタた別だけなど、日高山脈の山々は、建国が見られるが、北アルプスの薬師岳やホタカ岳に比べると、小規模である。これは2万年前の表記に、日本列島が大陸取りく続きとなり、津島暖流が日本海へ流入しなくなり、降雪が現在よりも少なかったことが原因であると考えられている。そもそも三名となる、 カムイエクウチカウ氏は、ヒグマを神と崇める、アイヌ人によって命名されたものではない。黎明期には、殺害だけと呼称されていた。1929年に、北海道大学の伊藤修五郎らが、取った別川上流のカムイエクウチカウという場所で小屋を建設して、ポロシリだけに登頂する際に、案内人の勘違いでこの地名を誤って、 三名として伝えたために定着したのが真相であるという。この山に登るための整備された一般登山道はない。最も容易なのは下記に蜂の沢を遡るものである。北海道の沢歩きとしては初級だが、標識があるわけではないので、ルートファインディング能力が不可欠。難度の高い滝の登攀はないが、越里や図書箇所があり、水温。 水量、流れの速さを考えると、差は歩きの総合的な力は、中級以上あった方が良い。最後はカールから両線に出て山頂に至る。アプローチは、札内川沿いの北海道道11号静内、中札内線に入り、札内川ダムを過ぎて、駐車スペースがある札内川ヒュッテ前のゲートまで、車が入れる。ヒュッテは、無料で利用でき。 トイレとストーブはあるが、水はない。七の沢まで、約七キロメートル。ここからは、札内川の本流を、都上を繰り返しながら、踏み跡をたどり、八の、沢出会いに至る。他に九の沢をたどるコース、恋牧種しびちゃり川本流を詰めるもカムイエクーチカウシ沢、サマタ直東沢などもあるが、いずれも、沢歩きの熟達者にのみ許された道路である。冬は、 沢のコースを避け、八の沢、佐賀の尾根、崖尾根、カムイエクウチカウシ山南西漁が登られている。1965年3月14日、未明、日高山脈重装中の北海道大学山岳部の登山隊6人が銃の沢での露営中に大規模な、なだれに巻き込まれ、全員が死亡する事件が発生した。6人は決して危険な場所にボンボリを掘っていたわけではなかったが、 走行約3キロメートルデブリの長さ1キロメートル幅30から1 0 0ル量約40万トンという、国内最大級のなだれに巻き込まれたのである。初期捜索は、困難を極め、雪解けを待って再開された捜索でようやく全員の遺体を発見、奇跡的に即死を免れていた、リーダー沢田義和が、雪の中で地図の裏にしたためた遺書が、 ポケットから発見され、大きな話題を呼んだ。1970年7月、日高山脈を重装中だった、福岡大学アンダーフォーゲル同好会のパーティー5人が、旧の、沢カールでヒグマに遭遇、後に、追跡、襲われ、5人中3人の男子大学生が死亡する、事件が起こった。結局2人は無事下山し、討伐隊が、問題の熊を射殺。 北海道の山岳市場で最も悲惨な事件の一つとされる。ありがとうございます。